聖書の中にはいろいろな信仰者の姿が記されてあります。皆さんはどの信仰者の姿を模範としたいでしょうか確かにアブラハムやダニエル、モーセの信仰も素晴らしかったと思います。しかし、私たちが実際信仰の模範とするべきお方はイエス・キリストの信仰です。今回はこの イエスの信仰についいて学んでみたいと思います。ところでイエス・キリストは生涯一度も罪を犯されませんでしたこの世界が創造されて以来唯一の義人であられたお方が私たちと同じ罪人の一人となられたことにまず目を向けてみたいと思いますまた イエスと共に二人の強盗を一人を右に一人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人たちの一人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。キリストの十字架の罪状書きが何であったか皆さん覚えておられるでしょうか。それはユダヤ人の王でした。 これはローマ総督ピラトが書かせたものです。キリストとピラトのやり取りから彼がこれを書かせた理由がわかります。ピラトはイエスに尋ねた。あなたがユダヤ人の王であるかイエスはその通りであるとお答えになった。キリストは ご自身がユダヤの王であられたことをお認めになられました。しかしそれは本当の意味において全宇宙の創造主であり、王の王、主の主であられるお方だったからです。しかし、キリストを十字架につけたユダヤ人たちは逆にユダヤの王であることすら認めませんでした。なぜなら、 彼らはこの罪状書きを書き直すようにピラトに頼んだからです。ユダヤ人の最主張たちがピラトに言った。ユダヤ人の王と書かずに、この人はユダヤ人の王と自称をしていたと書いてほしい。しかしピラトは自分が書かせたユダヤ人の王というままにせよと命じます。図らずして、 キリストが王の王であられたことを全宇宙に示す形となりました。しかしユダヤ人にとっては、キリストはユダヤ人の王と自称し、自分のことを自ら神のことしたので、神を冒涜したとして訴える口実を設けたのです。これらの口実は表面的な意味しかありませんでした。 なぜならキリストの品性に何の汚点も欠点も見つけられることができなかったからです。それは彼らも認めていました。そしてそのことをピラトが代弁してくれています。ピラトは彼らに言ったあなた方がこの人を引き取って十字架につけるがよい。私は、 彼には何の罪も見出せない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには立法があります。その立法によれば、彼は自分を神のことしたのだから死罪に当たるものです。ユダヤ人はここに立法を持ち出してきました。これは、ピラトに自分たちのやり方にこれ以上口を出させないためです。 もちろんキリストは神の立法に違反していませんでしたユダヤ人はこのように無理やりキリストを罪人として祭り立てて十字架の死に追いやったのですさてここまでの流れを理解する上でキリストには罪がなかったのに罪人とされたという認識だけで終わっていないでしょうか キリストは本当にユダヤ人の嫉妬と妬みによって、その憂さ晴らしに罪人として訴えられただけなのでしょうかここで一つのことに目を向けたいと思います。イスラエルの民がモーセの時代に砂漠の荒野で40年間さまよっていたときに、火の蛇、これは毒蛇のことですが、火の蛇に 噛ままれたたことがありましたその時にモーセは彼らの救いのために何を掲げるように神様から言われましたかそれは聖堂の蛇ですそしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならない蛇に噛まれた人たちが その命を救われるために見上げるように言われたものがこの聖堂の蛇でしたそしてこれが人の子イエス・キリストの十字架を表していましたしかしここでなぜモーセは世の罪を取り除く神の子羊である聖堂の羊を竿にかけるのではなく罪の象徴サタンの象徴である 蛇をわざわざ用いたのか皆さんは疑問に思ったことはありませんか旧約の神キリストは贖いの御業の完成のためにはご自分がまさに蛇の状態になる必要があることを理解しておられましたここに現代の真理を通した正しい認識を持って ここのことを理解しななければなりません聖女の犠牲の動物に象徴されたキリストは確かに私たちと同じ罪人になられたのですつまり罪を一切犯されなかったお方が人類の救いのために罪人として儀式的に罪人とみなされたのではなく全くの 罪人となられたのですこのことについては十字架の時の光景から学ぶことができますキリストが蛇のように十字架に上げられた時どのような状態だったのでしょうか昼の十二時になると全地は暗くなって三時に及んだ そして三時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれたそれは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である皆さんはこの十字架上でのイエスキリストの叫びの内容に何か違和感を覚えたことはありませんかなぜなら 罪なきお方が罪人の救いのために十字架にかかっておられるのにそのようなイエス・キリストを父なる神がお見捨てになられるはずがないのではという疑問が出てくるからですしかしこの時の光景について私たちははっきりと理解しなければなりません 我々の身代わりまた保証人としてキリストの上に我々全部の者の不義が置かれた。立法による有罪の宣告から我々をあがなわんがためにキリストは罪人に数えられた。アダムの子孫一人一人の不義がキリストの心に重くのしかかった。 罪に対する神の怒り、不義に対する神の不幸の恐るべき現れが、巫女の魂を非常な驚きと恐れで満たした。一生の間、キリストは天賦の憐れみと許しの愛についての良い知らせを堕落した世に宣伝してこられた。罪人の頭の救いが、 キリストのテーマであった。しかし今自ら追っておられる不義の恐るべき重さでキリストは天賦の柔らぎの御顔を見ることがおできにならないこの最高の苦悩の時に神の御顔が見えなくなったために救い主の心は人には到底わからない悲しみに差し通された この苦悩は肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかったこの光景はキリストが確かに父なる神から拒絶された瞬間でしたそれはキリストが罪人としてみなされたからではなくまた 罪人のふりをされたのでもなく、確かに罪人となられた事実とその証拠なのです。当然この罪は彼の罪ではありませんでした。それは私たちの罪をイエス・キリストが完全に背負ってくださった瞬間でした。穢れのない神の御子は、 その肉体は無知打ちで裂け、しばしば祝福のうちに差し出されたその手は横木に釘付けられ、愛の奉仕に疲れを知らなかったその足は木に打ち付けられ、王の頭はいばらの冠りで刺され、震える唇は苦悩の叫びにかたどられて、十字架にかかっておられた。しかも、イエスが忍ばれたすべてのこと、 その頭と手と足から流れた血の滴り、その肉体を苦しめた苦痛、天賦の御顔が隠された時に、その魂を満たした言いようのない苦悩、それらは人類の子らの一人一人に向かって、神の御子がこの不義の重荷を王の承諾されるのはあなたのためであり。 死の支配を断ち切ってパラダイスの門を開かれるのはあなたのためであると語っている。生贄としてご自分を十字架上に捧げられる。しかもそれはあなたを愛されるからである。罪を負うお方であるイエスが神の正義の怒りを忍び、あなたのために罪そのものとなられる。 父なる神様は、罪そのものとなったイエス・キリストをお受け入れることがおできになりません。神は義なるお方だからです。キリストはこの拒絶の瞬間、今まで父なる神と御子イエスとの間に築いてきた信頼関係を信仰のみに頼って歩まねばなりませんでした。 その状態がどうして私をお見捨てになったのですかという叫びから始まりました。しかしキリストは全ては私たち罪人の救いのためであるというご使命をしっかりと持ち続けながらそして今は見えなくなっている父なる神の愛を思い出しながら最後まで十字架の上で 私たちの罪を背負われ続けたのでした。恐ろしい暗黒のさなかに、神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に、主はご自分の天賦に受け入れられたことについて、 これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。 こうして、復讐のうちに、ご自分を全く神に任せられたときに、天賦の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。このとき、サタンも大いに働きました。キリストの十字架の御業が完結したら、 サタンの敗北が決定されるからです。彼は全力でキリストの働きを阻止しようとしました。神を先導し、十字架上で苦しまれているミコイエスキリストに向かって、あなたが本当に神の子であるならそこから降りてきてみよう。そうすれば我々は信じよう。 キリストはサタンの汚れた罪の性質がご自分の上に覆いかぶさる経験を初めて体験されたのです神の御子は罪が何であるのかを経験された時その不快さと嫌悪感でご自分の将来についての希望を失いかけました実際この時復活の約束あがないの見業の 完成について全く考えられなくなったのでした。サタンは激しい試みでイエスの心を苦しめた。救い主は墓の入り口から奥を見通すことがおできにならなかった。キリストが征服者として墓から出てこられることや犠牲が天賦に受け入れられることについて、 望みは与えられなかった。キリストは罪が神にとって不快なものであるためご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかと心配された。キリストは不義の人類のために憐れみの鳥なしが病んだ時に罪人が感じる苦悩を感じられた。キリストが飲まれた酒好きを こんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは人類の身代わりとして、キリストに神の怒りをもたらしている罪についての観念であった。もちろんこの時、父なる神は平然と罪人となったキリストを拒んでおられたのではありませんでした。実は、 ご自分の栄光を暗黒の雲のうちに隠し、苦難のうちにたった一人で十字架上に置かれた巫女イエスのそばに寄り添っておられたのです。その時、父なる神の御心はどんなに苦しみに耐えられたことでしょう。しかし、父なる神はご自分の巫女を嘲笑し、 晒し者にする十字架の場面を、真昼の暗闇によって憐れみのうちに覆い隠されたのでした。この深い暗闇のうちに、神の御臨在が隠された。神は暗闇を幕屋とし、その栄光を人間の目から隠される。神と聖天使たちは十字架のそばにおられた。 天父は御子と共におられた。しかし神の御臨在は表されなかった。もし神の栄光が雲からひらめき渡ったら見ている人間は皆滅ぼされたであろう。しかもキリストはこの恐るべき時に天賦の御臨在によって慰めを受けられないのであった。主は一人で 酒舟を踏まれ、もろもろの民の中には彼とことを共にするものがなかった。神は御子の人間としての最後の苦悩を深い闇の中に覆い隠された。苦難のうちにあるキリストを見た者は皆、キリストの神聖を確信していた。キリストのお顔は潔白、 平成、慈愛、神の味方たちを表した。しかしキリストを訴えた者たちは、天の印に注意しようとしなかった。長時間にわたる苦悩の間中、キリストは嘲笑する群衆の視線を浴びておられたが、今彼はあわりみ深くも神のマントに隠された。 これがキリストの十字架の時に起こったあの暗闇の意味になります。しかし、この父なる神の憐れみ深い神のマントの天の印に注目を置く者は誰もいませんでした。私たち罪人の救いの計画、この食材の計画のために 父なる神と御子イエスがどれほどまでに犠牲と危険をお祓いになったことでしょうかキリストが罪人となられた意味を理解した時私たち罪人の正当な価値についてまた理解ができるようになります私たちの命はこの尊い御子イエスの御業の上に成り立っているのです 一体誰が一人の魂の価値を評価できるであろうかもしその価値を知りたいと思うならばゲッセマネへ行って血の大きな雫のような汗を流して苦しまれたキリストと苦悩を共にするとよいそして十字架にかけられた救い主を見ることである我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという あの絶望の叫びを聞き、傷ついた頭、刺された脇、裂かれた足を見なければならない。そして、キリストは、ここで全てのものを失う危険を犯しておられたことを忘れてはならない。私たちの食材のために、天そのものが危機に陥ったのである。十字架の元に立って、キリストは、 ただ一人の罪人のためでさえ、その命をお捨てになったのだということを考えるとき、初めて一人の魂の価値を正しく評価することができる。すべてのものを失う危険を犯しておられた。天そのものが危機に陥った。これは、もしイエス・キリストが望めば、 十字架を降りて、この働きを免れることもできたということです。しかしそれと同時に、私たち罪人が永遠に滅びることは確定され、そして全宇宙からサタンの罪を、そして悪を根絶することは不可能となったのです。それほどの危険を犯して、イエス・キリストは十字架に 挙げられたたのでした私たちは罪人なので死をもってその刑罰を受けるのは当然ですしかし私たちは何者なので神はこれを見心に止められるのでしょうか人の子は何者なのでこれを顧みられるのでしょうか私たちが神を愛したから それにお答えくださったのでしょうかいえ、神の愛は、見返りを求められない愛です。無償の愛です。ここに、恵みという神の愛の精神が現れているのです。その恵みとは、本来それに見合わない相手の状態にもかかわらず、憐れみのうちに一方的に 差し出されたものですキリストが私たちを愛してくださるのは私たちが初めにキリストを愛したからではないまだ罪人であった時キリストは私たちのために死なれたキリストは私たちが当然受けるべき待遇通りに私たちを取り扱われない 私たちの罪は咎められるのが当たり前であるが、キリストはそうなされない。長い間私たちの弱さ、無知、暴恩、わがままを忍耐された。道に迷い、心をかたくなにし、聖なる御言葉をおろそかにしたにもかかわらず、なおその御手は差し伸べられている。 恵みとは受ける価値がない人間に向かって働く神の特性の一つである。私たちがそれを求めたのではなく私たちを探すためにそれが送られたのである。神は恵みを喜んで与えてくださるがそれは私たちにその価値があるからではなく反対に全く 無価値なものであるからである神の憐れみを要求しうる唯一の資格は私たちが非常に欠乏しているということである私たちに非常に欠乏しているものそれは神と同じ性質の愛です しかしそれゆえに神の愛が何であるかを命をもって教えられたキリストの御品性が恵みのうちに無償で提供されていますそしてそれをわかりやすく教えているのが聖女の儀式なのです私たちはイエスの信仰をもってこの聖女の儀式に参加すること すなわち目には見えない天で救いのためになされている大祭司イエス・キリストの中保の働きをイエスの信仰によって見続けることが救いの絶対条件なのです。このイエスの信仰とは十字架上で父なる神から拒絶されたように見えその先に復活や勝利の約束が 見えなくなっても決して諦めずにただ天父へ全てを委ね切って耐え忍ばれたイエスの信仰です。キリストはその信仰をどのようにして持ち続けられましたかそれは今まで父なる神様との間に築いた愛を思い起こすことによってでした。 私たちも同じようにしてイエスの信仰を得ることができます。それは、真心からの悔い改めの中から、許しの神の愛を体験し、その誠実で温かい神の愛のご品性を私たちの証として思い起こすときに、このイエスの信仰が持てるようになるのです。 神は、その大きななだめの供え物のゆえに、私どもを愛したもうたのではなく、私どもを愛するゆえになだめの供え物を与えたもうたのであります。神は御子とともにお苦しみになりました。ゲッセマネの苦しみ、カルバリーの死を通し、限りない愛を持ちたもう神は、私どものあがないの値をお払いになったのであります。 イエスは、父は私が自分の命を捨てるから私を愛してくださるのである。命を捨てるのはそれを再び得るためである。と仰せになりました。これはつまりこういう意味であります。私の父はあなた方をこの上なく愛しておられますから、私があなた方の救いのために命を捨てたため、 以前にも増して私を愛してくださいます。あなた方の負債と罪を負って命を捨てあなた方の身代わり、保証人となったため私は父に一層愛せられるようになったのです。なぜならば私の犠牲によって神は義であることができると同時に私を信ずる者をも 義と下向うことができるからです。目示録の14章には、イエスの信仰を持ち続ける人たち、14万4千のことが記されてあります。彼らは、初歩と言われる、非常に高潔な状態であることが聖書に記録されています。 ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初歩として、 人間の中から贖がなわれたものである。それは、品性が罪なき状態にまで、回復された純潔な者たちで、神の子と同じ状態になることができるという約束です。それゆえ、人類史上初めて出現する、かつては罪人であったが、 キリストの十字架の功績ゆえに、罪人ではなくなった人たち、初歩という表現が用いられているのです。彼らは神の子、キリストの兄弟となり、同じく神の子として、父なる神に受け入れられていただけるのです。私どものあがないのために払われた値、 私どものためにその一人後に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。罪を犯して人の子らは悪魔の奴隷となりましたが、キリストの 贖いの犠牲を信ずることによって、アダムの子らはまた神の子となることができるのであります。キリストは人の正常をとりになって人類を引き上げてくださいました。罪に落ちた人類はキリストにつながって初めて神の子というその名にふさわしい尊いものとなれるのであります。 一人でも多くの人々にこの素晴らしい未約束をこの福音を伝えるために神の摂理のうちに私たちがまず現代の真理を知る特権に預かりましたこの責任の重さを一人一人が自覚しておかなければなりませんさらに私たちは神の永遠の愛がどれほどのものであられるかを 正しく理解する必要があります。キリストは私たちのために実際に罪人となられたどころか、勝利された後、天にお戻りになられた後もなお、私たちの兄弟であり続けるために、人間としての肉体の性質を永遠に保っておられるという事実に、神の永遠の愛が どれほど計り知れないものであるかが現れています。神は普遍の平和の計らいを保証するために、ご自分の一人子を与えて、人類家族の一人とならせ、永遠に人間の性質を巫女のうちに保たせられた。これこそ、 神がご自分の御言葉を成就させる保証である。このような神の愛を私たちは余すところなく理解し、そして目には見えないところで今天の聖女、死聖女で私たちの罪の取りなしをしておられる大祭司イエス・キリストに向けて、 十字架上のイエスと同じイエスの信仰をもって共に仰ぎ見つつそれぞれが果たすべき神のことなる十四万四千の道を皆様と共に歩んでいきたいと思いますそれでは一言お祈りをさせていただきます愛するご在天のお父様私たち罪人の救いのために 想像しであられたお方が、義なるお方が、罪を背負って、罪人そのものとなられたことを、今回、皆さんと共に学ぶことができましたことを感謝いたします。全く私たちには、功績はなく、ただ、著しい欠如が私たちに見られますが、しかし、それが、あれみ深い主の恵みをいただくに、 唯一の資格であると書いてありました。本当に私どものようなものを見心に留めてくださったことを心から感謝いたします。そして私たちを兄弟と呼ぶのを恥としないイエス・キリストはもともと想像してあられたにもかかわらず今もなお私たちと同じ肉体を保っておられるこの事実を知ったときにあなた様の永遠の愛を 感じずにはおられませんでした。本当に私どものために、そのような状態を今もなお維持しておられることを申し訳なく思います。それと同時に、これが私たちの信じる神であられることを本当に感謝いたします。どうぞ、お一人お一人の心の中に、イエスの信仰をお与えくださって備えていくことができますようにお助けください。 この祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通してお捧げいたします。アーメン。